今日はこれから二次方程式を利用した問題を一つやってみたいと思います。どういう問題かというと、縦が30メートル、横が45メートルの畑があって、ここに縦と横に同じ幅の道を一本ずつ交差するように作りたいと。で、その際に1番、2番、3番、4番と今4つの部分に分かれている畑の合計の面積がちょうど1000平方メートルになるように道幅を決めたいと、こういう問題です。そこでまず道幅を X メートルとしてみます。そうすると当然長方形の面積ですから、それぞれ1番、2番、3番、4番4つの長方形の面積をそれぞれ出して足してもいいんですけれども、それだと大変なので、ここではこのように考えてみます。つまり道幅 X メートル分をまず2番の土地と4番の土地をちょうど道幅分だけ1番と3番の土地にくっつけてしまいます。結果どうなるかというと、こんな感じですね。で、当然ここからここまでの長さというのはちょうど道幅分 X メートル上に上げたわけですから、ちょうど元の30メートルから道幅分 X メートル短くなった、30マイナス X メートルになったということですね。今度は3番と4番の土地をどちらも左側に寄せて1番と2番の土地にくっつけてしまいます。つまり。こういうことですね。で、結果的に今度はこの道幅分 X メートル元の45メートルから短くなったわけですから、くっついた後の長方形のちょうど横の長さというのは元の45メートルからちょうど道幅分、つまり X メートル短くなった長さ、つまり45マイナス X メートルと、このようになったと。で、見てわかるように求めるべきこの1たす2たす3たす4という土地の合計の面積というのは道幅分を詰めてしまったので、結果的にここにあるように1枚の長方形にまとめることができると。こうなってしまえば当然4つ別々に出す必要はないので、この1番、2番、3番、4番まとめてですね、1枚の長方形と考えれば、縦が今見たように30マイナスの X メートル、横が45マイナスの X メートルと、こうなってこれがちょうど線になるようにすればいいということなので、それを式に表すとちょうどこういう二次方程式が作れたと、こういうわけですね。で、あとはこれを解いていけばいいわけです。ちなみに左辺を展開していくと1350マイナス 75x プラス x の2乗イコール線と、こうなるので、で、この線を移項して整理すると x の2乗マイナス 75x、 これ引き算になるので、プラスの350イコール0と。で、一旦このように左辺イコール0にして、で、ここで都合よく左辺が
実は因数分解できるんですね。かけて350足してマイナス75ということなので、このようにマイナス5マイナス70とすれば左辺がちょうど因数分解された形に変えることができると。でここから x イコール5と70と2つの解が出てきて、であとはこの x なんですけれども、当然、道の幅なので、もともとの土地の縦の長さが30メートルということは、道の幅はそれよりも当然短い、小さくなければいけないということなので、 x にはこういう変域の制約が存在するということから、5と70と2つの解があるけれども、この70という方の解はこの問題には適さないので、結果残った5と、つまり道幅としてはこの場合5メートルというのが正解になります。